サワディーバンコク、サワディーバンコク。はい、今回はちょっと待って、サワディーバンコク誰なん、誰なん、ちょっとごめん、誰なん、いじられへんかったけど誰なん。今回はあの俺らいつもあのタイ来るときさ、うん、アゴだとかでホテル取ってるやん。アゴだね、うん。で今回ちょっと民泊しようと思って、エア B&B、 民泊の専用サイトで、うん、宿を取ったんやけど、うん、まあ迷った、まあ迷った。最寄り駅は BTS のタラートプラーやったっけ。ああ、タラートプラータラートプラーかな、そんな感じの駅で、で、そこからもう5分ぐらいで着くって。で、まあ地図見ながら行ってんけど、いや地図がやっぱ若干ずれてんねんな。そのおかげで犬にも追っかけられたしさ、怖い怖い怖い。タイで初めてや、犬に吠えられて追っかけられた。タイは、まあ、迷いに迷ったけど、まあ、実際通ってきた道をにあって見過ごしてたんだけど、気持ちいや、わからんわ。ローカル感半端ない。僕のまさにタイみたいな。いや、わからんわ。じゃじゃんじゃねえわ。普通に赤く到着しました。ランドリーは違う、ランドリーあるからな。その中で先生が立ったんやけど、これもしかして先代売ってた。売ってるね。20、50、100バーツ、喜んで。よっしゃ、じゃあとりあえずオープンザ番号打ちます。パスコードもらう。写したまずい。そうか、ちょっと手元を伝えといてね。はい、ちょっとほんま迷った、やばかった。こんな人生で、こんな人生は迷ってるけど、こんな道に迷うかっていう。それはそうやって人生も迷ってるけどね。マツン、完全に俺違うボタン押したもんな。うん、ちょっと見ろ、中めっちゃ熱いし。よっしゃ、気を取り直して。はい、さあ、さあ、手元映したら口で言っちゃう。いらっしゃい。いらっしゃい。はい、まあ。はい、見て。え、これは僕らだけ。そう。やばくないですか、この格好さ。かっこいい。工場電気とか。え？え、もう音消されへんね、それ。漕ぎながら歩くやめて。オウ！はい、どうぞ。お邪魔しました。おしゃれなホテル。ホテル、まあ、やばいな。見て、やばない。自転車も。あ、これが、レンタルの、うん、自転車。あとね、これね、早速ドライブしに行こうぜ。どこまでも。カーキーとかあんまついてるわ、ほら、うん。これでちょっとドライブしに行こうぜ。うん、なんか入ってる？アメリカ、ほら水もほら2人分ちゃんと。ああ。コーヒーとかもな。お箸まであるけどこれ。割り箸。電子レンジ類にポットに食器。うん。
これ何？分からへんけど超おしゃれ。これなんか怖いな。で、棚この壁とかもすごいおしゃれじゃない？テレビちゃんとな20インチ21インチテレビ台もおしゃれやし、ソファーもやばい、やばいって言っちゃうんやけど、分かんないやろな。開けたらあかんでしょ。開ける感じじゃなくないな。うん、多分開けたらあかんないで。じゃあお部屋紹介行こうか。なんでさっきからほんまにプー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 。ちゃんとこれ使えるようにとっても苦労して来たんやから。ここ初めの扉開けたらきれいきれい。トイレ、行きます。トイレに。はい、かわいいトイレに洗面台。シャワーもでも広いけどな、ほんまおしゃれやな。狭いけどおしゃれやで。こんな感じです。すごいよ、超おしゃれ。ティーボックス的な。ああ、もう可愛いしな。続いて、先輩の部屋。紹介してください、先輩。ね、特になく。今日はなんか、特になく。少年時代思い出すよな。二段ベッド、どっちで寝るの、どっちで寝るの。まあ、学校の。強いて言うなら、どっちで寝るの、上か下。下に決まってるやん。上で寝ろよお前。でこれ多分繋がってんのやろな。繋がってんけど、もう絶対開けんとって俺ね。もう絶対開けてやるからな。俺の部屋にはもう絶対開けて、絶対開けてやるからな。まあほんまに、まあ、シンプルにこっちはテーブルがない。まあ狭いから。テーブルなくてもほらこれ座れるよ。うん、まあこっち座るよね普通。普通にかけてこっち座るよね。ネット座ってくつろいやん、うん、ネットサーフィンし放題は。いや、そんなにいないじゃん。かわいいっすな。はい、ここで俺がもうこの宿を決めた場所だね。ちょっと紹介しよう。ちょっと待ってよ、うちの巨大人ってこんなセンスいいよな。俺がなんでここに決めたか、この言ったらこの立地は多分めっちゃじゃないけど、まあ悪いやんか。でも言うたら、中心から、まあ、そこそこ離れてるから、言うてるな。うん。どこかなんかとか、中心の方に遊びに行こうって、また、駅まで歩いて、電車乗らに、タクシー捕まえて、結構移動せなあかんから、立地はすごい悪いんだけど、俺がここを、
の宿に決めた理由がこちらの部屋です。どうぞ。やばないっすかこれ。これマジでやばくないっすか。ほらやばくないっすか。めっちゃ暑いけど言っちゃった。あ、でも大通りには近いね、思った以上に。まあ、大きい通りの、うん、大きい通りだから、まあ、おう！はい今回は、Airbnb で民泊する宿を紹介させてもらいました。監督そんなちゃけへんわはい、ま、はい、はい、はい、10点作ったんで、もう一回ここというわけで、あ、俺ここの名前とか使用しないのかな。あれ、さっき、まあ、また概要欄でも貼って。そう、あの民泊サイトのあれはちょっと概要欄に貼っときますんで、うん、興味のある方はチェックしてみてください。で、注意点は地図が若干違う。地図通りの方に行っちゃうと迷うことがあったりするかもしれへんっていうのはちょっと今回気をつけなあかんなっていうところではあったな。先輩あったな。でも地図が全然違う場所を指してたから。そうやね、地図を指してる場所がちゃうってほんま致命的やから。全く見てなかったもんなって、まあ、ちょっといろいろハプニングがあって1時間ぐらい前だったけど、まあちょっといろいろご迷惑をおかけしたんで、まあちょっとできれば、ジョリーのホテルの下で Wi-Fi 借りて連絡取って、はい、目印はジョリーホテル。じゃあ、ジョリーホテルやね。あれは、本当大変やな。うん、じゃあそこが分かれば。で、どう実際、素敵な宿に泊まってみて。まあ、建物は、まあ、綺麗なんで、あとは、まあ、ちょっとこの後、周り見てみて、どんなもんかなと、周りに何があるのか、全然知らへんから。違う違う、ホテル違う、どう綺麗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 、全然綺麗。めっちゃおしゃれじゃない。うん、綺麗綺麗。こんなおしゃれなところに、泊まったことないでしょ、先輩。いつも、札幌にあるところに。なんだか、なんとか。レジです。お、桜レジですか。お、これ言ったらあかんやつ。なんとかレジですみたいな感じのホテルでいつも泊まってた。それは言っちゃダメなやつ。だからやっぱ万博な、やっぱこれおしゃれな民泊の宿がいっぱいあるから。それ何人かで泊まるならこう疲れた方が経済的にも安いし、だからそういうのをどんどん知っていってもらえたらなって思います。今回初めて利用してみたけど星5つ。3つじゃねえんだ。あれ3つ最大。3つ。はい、ということで編集で作りやがった。編集で作ったけど今回のホテル紹介動画はこれにて終了。はい、最後までご視聴ありがとうございます。はい。